テーマが誠実で謙虚で、2006年から、まあ、今年で10年、まあ、あとの10年、むちゃくちゃ拡大したいなと思ってます。自分の中のテーマが誠実で謙虚で、っていうテーマなので、それをみんなと価値観としては共有していきたいなと思ってます。新卒で入った会社が、まあ、金融機関だったんですけど、27歳の時に僕結婚した時に、結婚のスピーチで、いろんな社長から、お前の取り柄は誠実で謙虚なことだけだっていうふうに、おっしゃっていただいて、それを今でも大切にしています。EC というあのネットでは、まあ、少し地味な、分野で、まあ、広告ビジネスだったりとかゲームとか、ね、いろんなビジネスある中で e コマースの運営というところをメインでやってるんですけど、まあ、EC の運営というのはやはりお客様の個人情報だったりとか、商品戦略だったりとかっていうところにも関わってくるので、まあ、安心した会社がないとお客様も任せ仕事を任せられないし、そういう意味で言うとそういう誠実な心っていうのが非常に重要なんじゃないかなと思ってます。2006年から、まあ、今年で10年、ちょうど10年になるんですけど、やはりこう EC っていう分野で、10年間、まあ、いろんなあのジャンルの、ことにチャレンジして、ノウハウもたまってますし、まあ、創業からいるメンバーもたくさん、社内でいるので、まあ、そういったノウハウっていう部分と、あとまあ実績っていう部分が、まあ、一番会社としては強みじゃないかなと思ってます。札幌の支店も、人が増えてきたので、拡大移転を、しようと思ってます。まあ、ますますこう e コマースという分野ではチャンス来ると思ってるので、まあ、そこに向けてしっかり今まで準備をしてきた、準備期間の10年だったと思うので、まあ、あとの10年、むちゃくちゃ拡大したいなと思ってます。広告でいうと SEO、 リスティング、アフィリエイト、SNS っていうところを勉強していかないって実践するっていうのも、そうですし、お客様に実際配送したり、コールセンターの業務っていうのを受けたりしているので、まあ、一つ一つのお客様を大事にする部分と、まあ、細かい日々の積み重ね、テストをして効果検証していったりっていうところもあるので、まあ、そういうところをじっくり、一緒にやっていける人がいいですね。なので、すぐにね1年2年で、覚えて出ていくっていうことではなくて、まあ、できればね、一緒にこの10年を過ごしていける仲間と出会いたいなと思ってます。まあ、一緒に勉強しながら、お客様に結果を出して、いいパートナーとして選ばれる会社に一緒にしていきたいと思っているので、まあ、そういう思考のある人はぜひ応募してもらいたいなと思います。